ノボシビルスク諸島の地図。デロング諸島は北東部に点在している。デロング諸島はノボシビルスク諸島に含まれる無人の諸島で、ノバヤシビリ島の北東に浮かんでいる。5つの島の面積は合計228平方キロメートルである。ジャネット島、ヘンリエッタ島、ベネット島は1881年にアメリカ海軍のジョージ・ W ・デロングが率いた。 ジャネット探検隊によって発見された。これらの島は北緯77度付近にあり、一部は氷河で覆われ、山がそびえる。ヘンリエッタ島には1937年から1963年まで研究施設があった。ベネット島はこの諸島で最大の島である。デロングは島をアメリカ領と宣言したが、アメリカ政府はそのような宣言は行っていない。 なお、1882年に、ロシア地理学協会は、ヘンリエッタ島とベネット島を当時、未知の陸地と知られていた、サンニコフ島の一部であると見解を示した。これは19世紀のロシアの探検家、ヤコフサンニコフらによって発見されたと言われている、サンニコフ島の有無をめぐる論争に拍車をかけたが、この説は、説得力を持つものとはならなかった。 ビリキツキー島とジョホフ島は1913年と1914年にポリスビリキツキーによって発見された。この二つの島はやや南の北緯76度付近にあり、氷河はなく、標高も低い。ありがとうございます。